はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、兵庫県姫路から奥播磨のご紹介なんですけども、まあ、その奥播磨の中でも非常にこうね、贅沢な絞り方したお酒をご紹介したいと思います。はい、じゃあまずラベルですね、こちらをご覧ください。はい、銘柄は奥播磨なんですけども、それよりもね、ドーンと書かれているのがこちらの文字、袋絞りと、書いてあります。で、まあ、この袋絞りというのは何なのかと言いますとですね、絞り方ですね、日本酒を、もろみ絞るとき絞ってですね、酒粕とお酒に分けていくわけなんですけども、まあ、その絞り方というのがね、いろいろあるわけです。一般的にはやぶたといいまして、ちょっとアコーディオンみたいな、格好したですね、まあ、その中に入れてですね、ぎゅーっとこうね、ちょっと絞っていくことで圧力をかけて、絞っていくことがまあ大半になるんですけども、まあ、こちらの袋絞りというのは、もろみをですね、袋に入れまして、その袋から、まあ、自然にですね、まあ、重力によってこう滴り落ちてくる、まあ、その部分をですね、瓶詰めしたのがこちらの袋絞りと言われるものです。まあ、あの袋絞りと書いてあるお酒、他にもね、いろんな蔵元さんで出してるんですけども、まあ、書いてあればどういうことかというと、まあ、簡単に言うとですね、圧力をかけずに、まあ、丁寧に、絞りましたよと、まあ、そしてね、圧力をかけてない分だけこう綺麗に、ね、変な雑味のないね、まあ、そういう味わいに、ね、仕上がりますよと、まあ、そんな風にね、捉えていただければなと思っております。ただこの袋絞りですね、当然こうね、時間がかかるんですね。手間も時間もかかります。まあ、ですので全部のお酒をですね、作ったお酒全部袋絞りやってるとね、もうこれ大変な労力になりますので、まあ、一部のね、お酒だけに限られたら、まあ、そんなね、絞り方ということで、まあ、贅沢な絞り方と言えると思います。まあ、そしてこちらはあの純米吟醸、そして山田錦をね、 100% 使いました、生酒になっておりまして、まあ、これ GI 認証といって、まあ、よくね、フランスとかでもね、原産地呼称制度なんていうのがありますけども、まあ、最近日本酒でもですね、こういったものが登場しております。 GI 山形とか GI 兵庫ね、ということで、まあ、こちらはですね、一定の、まあ、地元でですね、水、米、そして酵母を使って、ある一定のですね、品質をクリアしたものに、こちらを名乗ることができるということで、こちらは兵庫県の山田錦を使用ということでですね、こちらを名乗っております。で、そしてここに書いてあります通り 1BY ですね、現在令和4年ということですので、まあ、3年熟成のお酒と言えるのがこちらのお酒です。味わいはですね、非常にふくよかですね、まあ、若干の香りにはね、熟成の香りを感じることもできますし、味はとてもこうまとまっております。膨らみのある旨味、まあ、そしてこう酸ということでですね、それを引き締めるね、キレというのもございます。まあ、通常のね、純米吟醸というイメージで飲むとちょっとこう味がね、強いかなと、濃醇だなというふうにね、感じるかと思いますけども、まあ、ぜひ料理と合わせてですね、お飲みいただきたいなと。まあ、そしてこの生酒は、まあ、おかんでも美味しいですので、まあ、旨味と酸の膨らみ、まあ、そのバランスをですね、ぜひこの1本で楽しんでいただければなと思っております。はい、というわけで、本日は奥播磨の袋絞り純米吟醸の生酒をですね、ご紹介させていただきました。本日もご視聴どうもありがとうございました。